久しぶりだね、エンヤ。おや、その声は。今日は変わったお客が次から次へと。愛も変わらず年を取らんな。僕の周りの時は進み、僕の時だけは止まったままだからね。あれからもう100年になるんじゃな。あの時断末魔のルキフェルがかけた呪いは僕を永劫にさまよう時間の地獄に落としてしまった。人として死ねない苦しみ、クレアの元に行けない悲しみ。じゃがその呪縛とて世界中に飛び散ったルキフェルの肉片を全て消滅させれば解けるじゃろうに。浄妙の存在で我ら白き翼の民に関わるからだ。ラファエル、リアーナも人間と関わったばかりに使命をないがしろにしてしまった。貴様ら人間は流行り病だ。そばにいる者から毒してゆく。少なくとも同じ天井人のクレアはお前さんのようなことは言わなんだぞ。今日は憎まれ口を叩きに来たのではない。この世界にルキフェル細胞を宿している者が現れたぞ。早く追いかけて呪縛の鎖を断ち切ったらどうだ。呪われた剣士ケアレ。